そう。着いた。青星駅ってことで。いやー、ノイトしましたね。今時間が10時48分、ちょっと遅れたのかな ?5 分ぐらい遅れがあったみたいですね。途中でなんか新快速の遅れがあったんで、それの連絡の兼ね合いでということみたいです。とはいえ、まあ5分遅れぐらいで着きましたよということで、まあ11時までにね、着きましたね、青星駅。降りるの初めてですけど、まあそれよりもあれですね。まあ、感想から行くと、まあ、長いね。遠いね。で、この列車そのまま回送に着くんですね。そうですよね。こんだけの長時間運転についてますからね。ですけどね、驚いたのはね、まず一番驚いた、まあ、乗客。乗降の感じで言うと、せっかくだから見送っていこうか。混んだの、やっぱり通勤ラッシュの時間にも当たってくるんで、乗り始めて結構もう木部川ぐらいからだいぶ席は埋まっていて、草塚ぐらいから立ち客出てきたかなぐらい。で、合流したところらへんからね。うん。で、そっから先、やっぱ京都までがまずすごい混んどって、で、京都から大阪も、京都のあたりはもう満員電車。で、京都に着くまでぐらいよね。で、そこから大阪？大阪ぐらいまではずっと混んでました。新大阪、大阪ぐらい。いやー、長い旅だった。ちなみに、8両スタートでしたけど、草津で12両編成になってる。まあ、それでもそっからね、やっぱ京阪神の、要のところですね。でも、ね、大阪から神戸の間は、まあ、別に立ち客はいないかなぐらいですね。後ろの作業だったってのもあると思いますけどね。そう、あのね、途中でさすがにね、トイレ我慢できなくなって、4時間もあったんで。ちょっとトイレのある車両に来ましたけど、あのね、教訓としては、乗るのは先頭車両側ですね。この乗り通しやるなら先頭車両側がいいです。あのね、8両目に行くと7両またいで行かないといけないんで、トイレに行くのに。4時間長いよ。うん。絶対行った方がいいね。で、ここは、そっか、こんな感じで、ちょっと車両の留置場とかもあるんですね。すごいですね、立派な駅で。で、そのままなんか入ってきた。電車から入ってきたけど、私は今日はね、ここまでのね、切符なんでね、あれですけどね。あのね、一番、まあ、混雑とかもそんな感じ。まあ、でもま、ずっとね、始発からなんで座ってきとったんであれですけど。とはいえ、さすがにちょっと、クロスシートなんでね、だいぶマシでしたけど、とはいえ、ちょっと腰が、ちょっとしんどいなっていうぐらいは来ますね。やっぱ4時間超えますからね。だから時間で言うと、時間で言ったら、だってあの、新宮行くやつよりも長いのかくらいですもんね。すごいですよね。距離が距離ですからね。で、面白いのがね、種別変更が2回入るってことかな。行き先はずっとね、青星行きなんですけど、途中、草津から快速運用になって、じゃあ、草津じゃない、京都や。京都駅まで普通扱いで、京都から、どこだったっけ神戸かな？三宮か神戸ぐらいまでは、快速っていう名称で運転して、そっから先また普通列車に戻るっていう、名鉄みたいなね、運用の仕方なんですね。うん。なんですよね。もうね、一番驚いたのは、終日、これ、始発から最後まで、車掌車変わらないのね。びっくりした。4時間オーバーなんですかね。大阪から京都あたりでね、車掌さん変わるのかなと思ったんですけど、変わってなくて、運転手さんも変わってないのかな？あ、でもそのままもう、また列車入ってくるんだ。
すごいですね。こっちのホームだけえらい世話してないな。あ、そうか。こっちのホームから東駅止まりの列車がどんどんあれなんですね。誘致できるからか。雨はね、今ギリ止んでる。けど、まあ、すぐあれでした。あ、そのまま留置線の方に入ってくるんですね。これ多分快速運用、あ、新快速で運用入ってたやつかな。あ、そっちから直接入る。だから、姫路止まりのやつは、あれですね。こういう感じで、こっちの車庫に送られてくるんですね。そうすると、直接そのまま、スッと入ってくれますもんね。そうですね。姫路行きの新快速だったやつですね。はぁ。なるほどな。なので、姫路止まりのやつも多いですね。うん。まあ、見せかけてたらここからね、IU の方とかにも行けますけど、IU もこの前行きましたよね。で、今回ね、往復切符ということはね、まあ、とりあえず一回出ましょうかっていうところなんですけど、あ、ちなみに、運転手さんも多分変わってないのかな？ JR 西日本って、運転手の交代があった場合とか、車掌さんの交代があった場合は、車内放送で案内が入るんですよね。運転手、この駅より交代しまして、丸々が担当いたしますみたいな感じで、入るはずなんですけど、もしかしたらちょっと途中ちょっと寝落ちしとったんで、それで聞き逃しとっただけなのが4時間とかなんで、一回交代してそうですけどね。ということで何はともあれつけました。青星は姫路市なのかな。もし調べないと、これ乗れるなぁって言うんで、勢いで切符を買ってきちゃったんでね。とにかくね、今日ね、寒いのに最高気温5度高ですからね、こっちの方でも。でも、関東大雪って言ってますもんね。幸い山陽地方なんでね、なんとか天気持ちこたえてますけど。何これ？この音？何？すげえ。独特な音ね。しかも観音開き？ふわーって弱くて、なんか面白い。はい、閉まります。めっちゃ独特。どこの音これ？フジテックなんだ。離れます。はい、こっちから来ました。で、無事着いたよと。で、青星駅のね、駅閉まったと思います。そや、行き切符が曲がっとって通らんかったけど、次大丈夫かな。無人駅ですもんね。青星亀山じゃなくて、じゃあ一回降りて、まあこっから一応30分に1本ぐらいはあるもんな。姫路行きなら大丈夫あるし、どうせいいんだろうね。一回姫路でも降りたいですもんね。そう。今回乗り年だったんでね、途中下車はしません。この時期もね、途中下車はできるんですけど、まあ今回乗り年のあれだったんでね、こっちから行った方がいいかな。曲がってなさそうな方から、あ、大丈夫だった、通れた。